今回は佐藤和夫さんに来ていただきました。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。和夫さんは岩手県出身の4兄弟バンド、はい、佐藤マンションやテキサススタイルでギターボーカルを担当されているんですけれども、はい、まあ、最近ニュースで見ましたけれども、はい、ありがとうございます。岩手県立北欧高等学校の校歌、栄光、それを作曲なさってたりとか。作曲させていただきました。まさかのロックバンドが校歌という。本当に僕でいいのかなっていう気持ちです。全力で語っていただきました。いやいや、本当にね、忙しそうです。いやいやいや、おかげさまで。あれちなみに校歌ってどういう感じで、高校側から佐藤マンションオフィシャルにお問い合わせという。合併したんですよ、2つの高校が。で、僕らの上3人が一戸高校で、一番下が工業福岡工業、一応卒業生です。その縁というか、教育長が里間のことを知っていてくださったみたいで、でもロックバンドにもまあそういう開脚をもらったみたいな依頼を受けて書いたんですけど、そして面白いのが、県の多分トップの方なんですけど、佐藤和夫っていうんですよ。まあ、いろいろとね、マルチで活躍されていて、はい、まあ、本業のミュージシャンとしてのお話を聞きたいなと思うんですけれども、はい、今回うちもエフェクターブランドということで、はい、音作りを見せてもらおうかなと思ってて、はい、今回ね、うちにあるものを使って、和夫さんが実際に使ってるボード、うん、まあ、私も現場で何回も見てますけれども、はい、これにできるだけ近いものを再現させてもらいました。これは何のために使うボードでしょうか。こちらはですね、ライブの時とかレコーディングもついこの間ほぼこのセットで撮りました。それこそ効果のロックバージョンというのをリリースするんですけど、栄光という曲で、それもこのセットで撮りましたね。なるほど。はい、いつも使用されているギターとアンプ教えてもらっていいですか。はいはい、ギターは基本的に僕はずっとテレキャスターを使ってます。まあ、これと一緒ですね。で、アンプはフェンダーのザッツインプも使ってるんですけど、ちょっとまあ古いやつで、いわゆるミシェル・バイネファントの阿部太志さんがずっと、まあ、中期ぐらいまでずっと使ってたっていうので、まあ、僕もちょっとそれに憧れて買って作ってたんですけど。なるほど、はい、基本的には阿部さん影響が大きいですね。そうですね、テレキャスだし、ベンダーだし、確かにそうですね。まんまやんっていうやつ。ギターは、で、僕がメインで使ってるやつは、なんならもうトーンのところをぶち抜いて、ここにジャックをさせるようにちょっと改造してあるんです。まあ、ここからこう通して、ここに交換とかさせるのがちょっとハマってた時期があって、カート・コバーン のジャガーとかも、ここにこうボンとぶっ刺さって、こう武骨な感じがかっこよくて、ちょっとだけすごい。なるほど。アンプのセッティングってどんな感じなんですか。アンプの設定、基本的にはもう本当真ん中ですね。ベーストレブルミッドエフェクターとかで音を作ってで、ボリュームはやっぱフェンダー系なんでめちゃめちゃでかくなっちゃうんで、もう1行くか行かないとかだったと思いますね。まあもう一人ギターがいるので、まあ、1個だけでかすぎないように、大きさは結構気にしてます。フェンダーもでかいっすよね。音はなんであんなでかいですか。ここまでやる人絶対いないですよね。大体みんなこの1、2ぐらいで。面白いですよね。ですね。まずちょっと音聞かせてもらっていいですかね。はいはい、ありがとうございます。素晴らしい。で、今回こちらで、ね、和夫さんのボードをできるだけ再現させてもらったんですけど、はいはい、再現率ってどんな感じですか。まあ、でもほぼほぼ一緒だと思いますよ。あ、アンプがこれツインにワウですけど、フェンダー系なんで買ってるものも全く一緒のもの。僕が使ってるこれって鉄拳さんが書いていただいた
あれですけど、中身ってこれですよね、ヴィンテージバージョン、はい、全く一緒です、それと。アンプが違うぐらいで。もうライブで振る感じ。このままいきます、もうこのまま、はい、このままいきます。なるほど。これでもその通りです。嬉しい。いや、いい音ですね。そうなんですよ。なるほど、なるほど。うん、まあ、最近ね、いろいろセリアトーン、センスラーとかこう導入したりとか、はい、はい、はい、沼にね、はまりつつある。完全にはまりてて、抜け出せそうもないです。なんかこう、はい、ボード組むときになんか重視してることってありますか？いや、まずやっぱ僕はライブなんですよ。ライブってやっぱりこう本番になるともう戦いなんで、生きるか死ぬかぐらいの気持ちで臨まないといけないので、ちょっとのやっぱミスもしたくないし、踏みやすい場所に置くとか歌いやすい音にするとか、基本僕はライブのためにどれだけいい装備を作るかっていうところですね。なるほど、はい、見やすくしたりとかそれもありますし、まあ、あと僕の場合はボーカルギターなんで、歌いながらこう踏まなきゃいけないっていうのもあって、配置とかは結構考えながら、ここで歌い終わった後にすぐギターソロみたいなと言って、あの足元が見えないんですよ。うわーとか言った後に踏む時に結構間違えますディレイになっちゃったみたいな、ブーストしたいのにディレイになっちゃったみたいな結構あるんで、まあ、もちろんそのこだわるのは大事ですけど、まあ、本当それプラスライブでこけないですね。はい、この中で、まあ、全部もちろん重要だと思うんですけども、一番のその和夫さんのサウンドの中で一番要になってるもの、うん、どれですか？いや、まず最近ではこのセンチュラーですか。まずセリアトーンセンチュラー、はい、これからいってみましょう、はい。これを17の後に一番最初にかましていて、これって、バッファードバイパスですよね。ずっとこうバッファーが切れないっていう、そういうのもどうなのかなって思ったんですけど、初めてこれ鳴らした時にもなんかすごくこう手に食いつく感触がすごくあって、実際こう使ってみた時すっごいもう完璧だなみたいな感じできて、でこれのみだとちょっとローがうざったいんですよ、バンドアンサムに。僕が結構ロー出てる方が好きなんでいいんですけど、バンドになった時にやっぱ生まれちゃうんで、で要はこれなんですけど、これのみだとちょっとまずいんで、その後に続くこのリズムが続いていくっていう感じです。なるほど、はい、うん、基本はジョージオン、ジョージオンです。オフにすることはないですね。で曲によってはそのローがちょっと出過ぎてる時があったりとかして、でその時に、まあ、ライブ中とかだとこう切って踏んだりとか結構大変だったんで、僕まだスイッチャーを使ってないの でそういうのも考えた時にこの2つが出てくるんですけど、この2つは割とそのいい感じにそのローをちょっとカットしてくれるというか、前に出る音になってしてくれるんで、特に歌物の楽曲とかの時は本当にこうこの組み合わせが完璧というか、センチュラーとコッペドライブとか、センチュラーとヴィンテージ版とか、片方だけだとちょっと細いかなって思っちゃうんですよ、この両方が。でも最近これが入るとなぜか完璧みたいな。ローなんですかね。ロー、多分最初にこっちのローが入ってくるから、うん、ちょうど良くなるんですかね。好みな音になる。本当不思議な相性だと思うんですけど。なるほど。今のところはもう僕は完璧かなと思ってます。うんうんうん、うん、導入前と何かこう変わったことありますか？ローが好きって言ったんですけど、このハイの感じだから分かるんですか？なんかこう艶が出る感じですかね。それが後に歪みとかが続いても残ってる、ずっとその感じが。ちょっとやってみます。はいはいはい。この感じなんですね。違いますね。違うんですよね、うんうん、ローとハイの絶妙な魔法がかかってる。そうですね、すごいな。やっぱいいですね。みんな
健太が好きなのは本当分かりますね。じゃあ次は、はい、アンバターコッペドライブ、はいはいはい、こちら行ってみますか。これは基本的にはもうほんとこうバッキングをバキバキ弾きたい時ですね。特に細かいことを気にせず思いっきりこうサビで高らかに歌いたい時にガチャガチャ弾いてもいいような音になって、でもこう引っかかる感じがすごく気持ちいいですよね。うん、もう気持ちいいですね。結構もう昔からずっと使ってる気がしますね、これは。はい、うん。ありがとうございます。次はアニマルズペダルのヴィンテージ版ドライビングイズベリーファン。はい。まあオリジナルではね、表面のデザインの佐藤マンションペダル。はいはいはい。ちょっとね、お遊びでね、はい、2人で1台やって。はい、やつがあるんですけれども、はい、最高ですよね。かっこいいですよね。かっこいいですあれ本当に。まあ中身一緒なんですけれども、はい、これはどういった使い方されてますか。これはまあブーストとオーバードライブのこう2種類ノブで変えれるんですけど、まあ、基本的に僕はオーバードライブとして使ってますね。でまあこれもどっちかっていうと基本的にサトマンの曲のちょっと激しめの曲の時に、出ることが多いですね。どっちかというとやっぱバッキングですね。基本的にはまあボーカルギターで方をリードがいるので、まあ、リードとのバランスと歌を壊さない、まあ、こう下で支えるような本当に好みなんですけど、この曲はこの音でバッキングしたい、この曲はこの音でバッキングしたいものの、まあ、パターン2というか、ね、ちょっと雰囲気が違います。コッペドライブとか。なるほど、はい、ありがとうございます。じゃあちょっと聞いてみましょうかね、はい。はい、ありがとうございます。いいですね、やっぱり先ほどもおっしゃられたんですけど音結構似てるんで、はいはい、ちょっとこれ交互に流してみてもいいですかね。ちょっと歪みの量も変えてはいます、うん、あえて、うん、そうですね、はい、あえて変えてで、こっちはちょっと爽やか、そうですね、ちょっとクリーンで、うん、ヴィンテージ版の方はちょっとこうグッと持ち上がる、でちょっとあれですね、ヘッドチーフ、そうです、はい、うん、まあ、曲によってどっちかを選んでっていう感じしてますね。アニマルズペダルのリラクシングワルラスディレイ、はい、これいきましょう。はいはいはい。で、セッティングはもう完全に全部中にして、そうです、基本これも曲によるんですけど、うん、まあでも大体僕はこのぐらいですね、うんうん。結構残響残しますね。そうですね、うん、割とそんなにこう全部の曲で踏まないんですけど、ディレイも本当こうちょっと飛び道具な感じで、例えばちょっと変わったイントロ始まりの時とかにあえて押しといて、ちょっとこうふわーってなるその雰囲気作りみたいな
ちょっとこう減衰していく、まあ、アナログ系ですね。アナログなんですかね、うん、これがすごくいいんですよね。デジタルだとすごく息をしてるんですけど、ちょっと冷たくなってそうですね、うんうん、このあったかさっていうか、それがすごく好みですね。なるほど、うん、次が、ワンコントロールのプルシアンブルーリバーブ、こちら使っていただいてるんですけど、まあ結構定番だと思うんですけど、うん、これのセッティングをちょっと見た感じ、うん、結構深い。これも割とそうですね、深めで、まあトーンをちょっと基本いつも絞り気味かなって感じですね。これはジョージオンじゃなくてやっぱ曲だけ？そうですね、これもジョージオンではないです。僕の場合はそうです、曲によってですね。なるほど、はい、これも取ってもらってって感じです、はい。結構これもずっと使ってますね。長いですよね。長いですね、うん、まあ本当にもう何の不満もないというか、これでも OK みたいな。ありがとうございます。で結構幅が大きいですよね。すごくショートにもなるしロングにもなるし、相当深いところもいけるんだけれども、うん、ものによってはリバーブって深くしちゃうと、まあ、あえて不自然な感じっていうのもあるかもしれないですけど、はいはいはい、結構これは破綻しないので、割とどこまで深くかけても、自然な、はい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 、ナチュラルな感じでは表現できてるんじゃないかなと思うんですけれども、うんうんうん、全部の曲に踏んでるわけじゃないですけど、結構長めのリバーブがそもそも好きで、まあ、歌にかけるリバーブも結構長めにしがちなんですけど、そういう意味ではすごく本当に破綻しないというか、すごいよくできてますよね、これは。こんな小さいのに。っていう。で最後チューナー、はいはいはい、なんですけれども、これはコントロールのミニマルチビームチューナーのマークチューナーなんですけど、うん、はい、実際お使いいただいているのはこれ。そうです、はい。これ操作性どうですか？これに慣れちゃってるんで、もう本当にあと何もいいことはないというか、もうあと大きいんですよね、ディスプレイの表示の。そうです、そうです、うん、うん、これはもう見やすいですね、うん、あとこれバッファーも、うん、オンオフ選べるんですね。そうそうそう、バッファーはオンにしますか、オフにしますか？最近はオフにしてるかもしれないです。こっちのこのバッファーを生かそうと思ってて、でこれをセンチュラーがない時は常にオンにしてました。このセンチュラーは結構変わるなと思うんですけど、ワンコンの方は本当にナチュラルとか、あんまりこう色付けをしないバッファーなのかな。その高段に来るエフェクター歪みなり、そういうのを生かすような印象でした。バッファーオフ、でバッケンタオフ、さっぱりしますね。しますね、うん、で、HF バッファー、はい、オン。オン、はい。オフにすると、はい、ワンコンの方は。これちょっと、やっぱ前に出る気がしますね、バッファー。ちょっと粒が揃ってちょっと前に上がるような。で、まあ、今回は結構な量になったのでスイッチャー入れてるんですけれども、はいはい、まあ、カドガのボールに今スイッチャーって入ってないんですけれども、はい、これアガマダイテールループっていう、商品なんです。実際ちょっとだけ使ってみてもらったと思うんですけども、はい、なんかどんな感想とかになります？なんかスイッチャーってすごいでかいイメージだったんですけど、ちっちゃくていいですね。それはみんなが使う理由もわかるなっていう、便利だなと思いますね。つまみを絶対踏まないじゃないですか。あ
その僕歌いながらやっぱ弾くんで、例えば、まあ、ざっくりこう歌を見ずに踏んだりするとこうグッとこうたまにめっちゃボリュームとかでかくなった時があって、踏み替えた瞬間にボーンっていうのが絶対ないだろうなと思いました。そのためのものは作ってるわけですね。あとはプログラムしたものをね、一発で呼び出したりとか、そういうこともできますけれども、ペダル新しいものを導入するときとか、はい、選ぶときのポイントってありますか？まあ、歪みなり空間系なりいろいろあると思うんですけど、まあ、自分のアンプとギターとの相性ですね、あと今持ってるものと合うのかなとかっていうのを買って自分のボードに組んで自分のアンプで鳴らさないと分かんないんで、例えば YouTube とかそれこそ今見あさって、あ、この組み合わせ多分合うだろうなみたいなのをネットサーフィンしていくと、すんごい欲しいみたいなって言ってます。絶対これだわみたいな、先週買ったばっかりでもやっぱ気が付いたら欲しいって。沼です。今後なんかこういうペダル入れたいとか、はい、こういう音をちょっと欲しいなとか、なんかそういうのってなんか思ってたり、だいぶなんか理想に近づいてそうな気はするんですけど。そうですね、やっぱまた歪みになっちゃうんですけど、パズっぽいのがちょっと1個欲しいなっていうのがあって、ちょっとあの手では出し始めてるんですけど、ファズのギターソロの単音なんかこう、なんかいわゆるあのピンクフロイドのデイビッド・ギルモアみたいな、あれって意外とファズ踏んでるらしくて、で超綺麗な音、今ファズに今度は今行こうと。なるほど。ファズが一番の深淵ですからね。ちょっと本当気をつけて、はい、というわけで今回は佐藤和夫さんのペダルボードを再現して解説していただきました。はい、ぜひ参考にしていただいて、皆さんも音作りを楽しんでいただけたらと思います。佐藤さん、今回ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。